もともとそのヴィンテージとかでよくあるノルディックセーターを天然素材だけでふわっと軽く作った、まあ、リプロしたっていうような商品になってます。まあ、良質なそのアルパカとキッドモヘアとウール、まあ、スポンディッシュな、メリノウールを天然素材だけをそのブレンドして作った、まあ、オリジナルのこれも糸なんですけど、まあ、それで、まあ、ローゲージ使いで、まあ、ゆっくりふわっと編み上げて、でフィニッシュも、まあ、軽くその肌に当たってもチクチクしないようなフィニッシュの仕方をして、まあ、作ってるっていう定番の商品です。あの配色で白と黒を掛け合わせた時に黒が白に移染しないように、その石川線香さんの技術で風合い出しをしてもらってるっていうのはありますね。もともとやっぱり山形産地はそのミドルゲージローゲージのセーターが有名でして、作る上でやっぱり最後の不具合出しっていう工程もすごくこう重要な部分になってくるんですけど、まあ、そういう線香場さんが近隣にあるっていうことが、まあ、すごく一つの強みでもあるっていうところ